皆さん、こんにちは。ネットビジネスアナリスト、横田修林です。今日もネットビジネスに関する情報を生中継で15分間お届けしまいります。今日もよろしくお願いします。はい。今日はですね、2022年2月の6日日曜日ということで、 ゆる、まあ、くですねやっていつもであればですね、えー、YouTube のメンバーシップの方に限定公開するというですね、弊社がやっています、えー、デイリー会員190円から学べるというですね、1ヶ月ですね、というのがありますけど、今日はですね、あの15分間フルで、えー、最後まで見ることができますので、よかったら最後までご覧いただけば嬉しいなと思っています。はい、今日のテーマはですね、えー、こちらの方になりますと。 ということで見ていきましょうかはい、ご覧いただきたいと思いますはい、えー、これね結構面白いですよ今日の話はですね、えー、ご覧いただきたいと思いますがはい、駅の売店にて見出しで雑誌を買ってしまったのは初めてかもかっこ笑いあくまでも仕事で研究のためねと風俗3.0サービス革命ということで、えー、VR 風俗 AI デリヘル Uber テコキとセトラと いう,ふうに書かれていてていいず買っししまいましたいや僕ねあのー、こういう雑誌を買うのはですね珍しいですねあの目的があって買うことはありますけどこういうふうにです、ね、見出しを見てですね衝動買いしてしまうっていうことは結構珍しい、えー、体験だったんですけどそのぐらい結構インパクトありますし、まあ、仕事柄もですねやっぱ気になるからね、えー、この内容を見てみたくなりますよねということではいここにですね はい、えー、じゃあなんということで、実際に買ったものがあるんですけど、えー、これについてですね、ちょっとお話をしていきたいなと思うんですが、これ結構、あの、特集で、あの、ページを割いているので、これ何ページぐらい割いてるんだろう。えー、1、2、1、2、3、4、5、6、6ページ ?1、2、3、4、5、6ページ割いているので、えー、結構ね、面白いなと思っています。 で例えば、えー、VR 風俗って何かっていうと、えー、メタバースの波に乗って、えー、アバター写生も可能にみたいな感じになってますね世界で初めてオープンした 3D キャラクターからアダルトサービスを受けられる、えー、VR 風俗店ということで載、えー、っていますねでえっ、ー、と2つ目、えー、AI デリフェっていうのは えー、ジョーから逆指名もマッチング型風俗の驚くべき仕組みということで、えー、出ていますね。いや面白いですよ。そして3番目が近,近場のジョーが来訪と、えー、玄関開けたら2分で発車と書いてますけど、えー、いずれは風俗店に女性がいない時代が来るかもみたいなことについて書かれていますね。ということで非常に気になる内容になっているんですけど、えー、詳しくはですね 今月に行います、弊社が主催してますネットビジネス研究会というのがあるんですけど、えー、こちら、えー、あすみません、これ日付が間違ってますね、えー、2月の,2月の、えー、25ですか、ね、に行いますので、えー、よかったらですね、えー、申し込んでいただければと思うんですが、 ただしですね、これ、弊社のですね、会員さん、ネットニュース研究会のセミナー会員、もしくはスカイプ会員の方が限定となってますが、ここにはですね、AI ニュースやサービスって書いてますけど、この VR、そしてこの AI なんちゃらですね、のことについてもお話ししようかなと思ってますので、よかったらですね、申し込んでいただけば嬉しいなと思います。ということでですね、ちょっと、あこれ、日付も2021になってましたね。 もう間違いだらけでしたね。ということで、えーと、セミナーや講演の予定についてですね、今日はお話ししていきたいと思うんですけど、えー、日付もあってるかどうか心配なんで、一応確認しますね。はい、えー、2月の25、そうですね、えー、合ってますね。ということで、ちょっともう一回出しておきましょうか。はい、もう一回出しておきたいと思いますが、えー、こちらの内容になりますよということで、あれ、どこ行ったはい、えー、ご覧ください。よいしょ。 はい、えー、こちらになりますので、よかったらですねあの、セミナー会員、もしくはスカイプ会員の方に申し込んでいただければと思います。えー、詳しくはね、この動画の下の方から、えー、YouTube メンバーシップの方から申し込みますので、よろしくお願いいたします。はい、えー、では、今日はですね、